なんで後ろのイタラーバースタイルも死ねんわ。よーし。もうやっぱ後半になってくるとだいぶエイムあったまってきますね、投げナイフの。やっぱり投げナイフのエイム合わせは大事。はっきりわかんだね。はい、どうも、ジャンヌダルクです。というわけで今回は、コールオブデューティーワールドウォー2の方に追加されました、こちら、新武器のホームランバットこと野球バット。早速ね、こちらを使って実況プレイの方やっていきたいと思います。で、こちら結構バリアントがありまして、こういう釘バットもあれば、まあ、チェーンを巻いてる、なんて言うんだろう、ウォーキングデッドのルシールっていうのかな?みたいなやつもあれば、こういうシンプルな野球バットっていうのがあって、今私が持ってるのはこちらのホームランっていうね、鉄製のやつでちょっと先っぽになんかこうイガイガがついてるっていう、なんか鬼のコンボっぽいですよね。こちら自分が持ってるんですけども、こちらのモーションがなんかちょっと違うんですよ。ほら、見て。このなんか眺める感じ。違うやん、ちょっと。なんか BO3 の時はホームラン予告してて、なんかこう野球バットらしいモーションだったんですけども、このホームランバットの方は残念ながらね、なんかしょうもないモーションでちょっと肩透かしなところはあるんですけども、これしか持ってないので、こちらをね、ちょっと今回使っていきます。どうなんですかね?こちらの野球バットとかここいるあたりだったら、こうホームラン予告とかしてくれるんですかね?してくれるんだったらぜひとも当てていきたいですね。で、今回ナイファーということで、新しくなった解放手段と、セラーテッド、そして信号フレアと、投げナイフ2個ということで、で、一応こちらね、サブの方にダガーナイフの方をつけた、ハンドガンの方を持っていきます。やっていきましょう。さあ、味方に迷惑がかかりにくいフリーフォールやっていきましょう。マッパーポイントデュホック、このマップは結構ナイファーしやすいですね。さあ頑張って3位以内目指します。まあもしこのマップで3位取れなかったらシップメントとかのチームデスマッチとかでもね全然ありなのかなと思うんですけども、できればフリフォで活躍したい。やってきます。さあ回線は日本人ロビーだけど、なんかクランタグ一緒のやついるけど大丈夫、談合とかしない。やっていきましょう。この謎のモーションからのスタート、いるね、そこです。オッケー、いいね。投げナイフがあるのはでかい。ちゃんと遠距離でしばけるっていうのがあるから、それは有効活用していきたいけど。よいしょ!いいね。待って待って、後ろに。なあ !1 キル!反応はできるんだけどね。いかんせん対応できない。さあ、こっちから回っていって、回り回って、さあ今、この左側にいるけど、これうかつに出たらやられるな。大丈夫?ほっ!ま、ここのリスポンスた手が本当に厄介だね。そこいらあたりで適当に投げておいているね。さあ、その奥も投げていくけども、いないね。大丈夫。この信号フレアに続いていこう。待って、いるな。待って。これ後ろ取れる。そこです。ダブルキルコース!もうちょっと投げるの早くしてほしいな。これ派遣手段と組み合わせるとそこそこエグくなるんですよね。さあ、そこで、とりあえず1キルして、で、まだ後ろいるから、2キル目!いや、ショットガンは臭いわ。とりあえず結構いい GG してるんだけど、後ろいるね。あいつを、そこです。それはミステイク。こっちから回っていって、1キル。で、2人目いるから、オッケー。結構ガバガバだね。うん、敵さんも。けどやっぱ解放手段があるおかげで、しっかりと敵の姿が見えてるんだけど、フラグは対応できない。さあ、その火炎瓶で射線を取ってくれてるから、いるね。その射線取り、おい!そこです !1 キル。なんか上にヒューンって飛んでいったけど、後ろいるね。こっちから回っていって、門松してるやつはどっかいたよね。さあ、そのロング距離いるけど、投げナイフでしっかりと当てていきたい。このロング距離。いいっすね。いや、9対10で結構ジージーしてんだよな。とりあえず、こっちから回っていって、信号フレアそこら辺ポンポンポンって叩いていって、反応してるね。後ろから、上から、イエーが、よし。投げナイフは回収できないから、しっかりと、一発一発的確に狙っていきたいんだけど、とりあえずこの L 字からのスタートな、ショットガンは臭いってだから。さあ、リスポーンしてからの、こっちからあっちの方に赤点の反応があるから、しっかりとこっちから回り回って、さあ今よっしゃ、相打ちいいね。さあ、ショットガン野郎一人カットして、もう一人なんか SMG 野郎がいたから、そいつをしっかりと、かましていきたいけど、逃げやがったわ。やっぱ空挺手段がないとちょっと厳しいよな。けどやっぱ索敵能力上げた方がナイファー的に強いから、索敵系で振りたいんだけど、あ、バカ野郎め。かわいい。さあ、こっちから回っていって、そこ信号フレアが焚いてるっぽいけども、いるね、そこ。そいつ後ろからさばきたいけど、まず右のやつやりたいね。こいつです。二人目、持ってきたい。降りてきて、降りてきて。カモ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 。よし!は?さあ、多分右から多分来ると思うから、そいつをしっかりと。いるね。そこです、いける。
さあ今同点の GG、 14対14。さあこれ多分右から湧いてくるぞと言わんばかりに湧いてきましたね。対応はしてたんだけどね、やっぱりナイファーがまだまだ決まらない、エイムが温まってない状況。さあそのロング距離しっかりと走っていって、まずはお前をさばきたい。ミスった、よいしょ、当たって、さっきは当たってないの、おかしいだろう。やっぱ解放手段より空挺手段とかのその武器の切り替えじゃないわ、歩兵手段か、武器の切り替えが早い方が行くマシだったりとかするんすかね。待て、こっち左から回っていって、そのロングはいないこと確認して、こっちから回っていきましょう。待て、後ろいる、そこです、そこ投げさせて、お前空挺手段の方が早い。まあそりゃそうか、やっぱ空挺手段の方がいいのかな。さあそこに信号フレア焚いておいて、いるね、バレたね、そこです。いやそれ当たってほしかった。さあ15対15、結構 GG してんね。いる、そこ1キル、まずは1キルさせていただいて、スワイプ上で広がったけど周りいないこと確認して、こっちから流れに乗って左にね、そこです、 OK、 1キルで回った。後ろいるから、これは1回体力回復のためにこっち回っていってから戻っていくスタイルで、戻っていったけど誰かいたね。ほっ、投げナイフ逃げやがった。こいつイタラーバーストだから多分近距離勝てる。よし OK、 イタラーバースト先輩勝てるんです。で火炎瓶を投げていくんです。オッケー、いいね。で後ろまたいるから、そいつ持ってきたい、正面で捉えてしまったら俺のミス。さあ19対17いますね、あそこ。さあ後ろからハイヨルコントさせていただいて、イタラーバーストカット、そしてブレンもしっかりとカットして、でまた後ろから湧いてくるから顔出せ、来ないね、どこ行ったんだろう、おかしいね。1キル、さあ解放手段しっかりと反応してくれてないね。どこ行こう、こっちいた、そこです。なんで逃げんねんお前、ちょっと待てや、落ち着けや。さあブレン景気感じのやつ一発かましてからの、こっちで湧いてるから、そこでドンパチしてるところを投げライフ、なんで避けんのそれ、おかしいな、当たらないな。さあこっちから回っていって、でそこで湧いてるから、そいつをしっかりと、そこです、2キル目やらせてください、お願いします。まあけどいいね、いい流れで投げライフ当てれてるから、それを継続させてやっていきたいけど、そこで角待ちはしてない、左も湧いてない、右だけ警戒しとこうか。回っていって、後ろいるね、いた、うーん、ダメみたいですね。やっぱ投げる速度速くしたいよね。投げナイフが今作割と当てやすい方だから、やっぱりそういうところを強化して派遣手段との組み合わせっていうのもなかなかオツなところだと思うんすよ。ほらもうちょっと速ければ設定やれてるんだよな。なんで後ろの、いたらバースタイルも死ねお前。よーし、まあ、やっぱ後半になってくるとだいぶエイムあったまってきますね。投げナイフの、やっぱり投げナイフのエイム合わせは大事、はっきりわかんだね。よし、完璧ですね。自分が恐ろしいぐらい完璧ですね。待て待て待て、そのフラグはちょっと痛い。待て、後ろから失礼させていただきたいんですけど、投げナイフがないんです、ないんです。ショットガンだから俺バレたら一発で死ぬんです。終わりです。オッケー、火炎瓶握って、左もいる、右もいる、来ないな。コンカッションがあるけど後ろいるね、そこです。おい、死なへんの、あー、こう、死んでくれた、死んでくれた、でかいね。で流れに乗って、さあラスト1キルはしっかりと投げナイフで決めていきたいんです。なんでやねん、くるっと回ってでポンですよ。は？それマジで言ってんの？やっぱくるっと回ってポンやりたいね。低感度だからあれだけども、まずは一発神投げナイフを期待して一発投げてからくるっと回ってポン。な、あの皆さん見るもでポンって知ってますかね、皆さん見るもでポンって知ってますかね、あれ可愛いよね。上の方に神投げナイフ期待して投げてからの見るもでポン、ええわ。やっとぜ。さあキルカムは私ということで、まずは近距離一発バチコンで殴ってからの2回目を投げナイフでさばいていくんです。いいっすね。いや、ナイファーで1位やっぱ気持ちいいわ。一発目の試合で1位取れたのは結構でかい。さあ、ホームランバット先輩の方の迷彩が、こういった形で色々とつけれますので、なんか見た目的に鬼の金棒なんで、こちらタイガー迷彩の方をつけてやっていきます。いいね、タイガー迷彩。これなんか結構しっくりくるよね。マップの方はフラッグタワーですね。やっていきましょう。さあ、ここはそこそこナイファー使えんことはないんですけども、リスポンが逆に狭すぎてもうみんながナイファーだとかそういうの警戒しちゃってるんで、やっぱそこら辺の裏をつく必要があるんですけども、まぁ、ちょっと今回立ち回り的にあんまりガツガツ攻めずに、立ち回りでしっかりと、カバーしていきたいと思います。いるね。そこです。ダメですね。来るね、多分。そこです、1キル。で、そこでもう一回反応したから、もう一回ダブルキル、美味しい。いいね。このスワイプ上で広がるのもなかなかでかい。で、とりあえずこっちから回り、待って、けどこうやって警戒されるんですよね。やっぱみんながこう、近接の、武器を持ってくるんで、ちょっと難しいようなところではあるんですよ、ナイファーが。下のこっちの方に入っていって、ブレン警官隊をしっかりと捌く。いいね。めっちゃ下打たれるね。やっぱここのさ、立ち回りはちょっと難しいよね。頭出しもしっかりとあるところだから、ディホックと違って難しさはあるんだけど、やっぱそれはね、楽しさとして、しっかりとやっておきたい。ガバナイフ大丈夫か？さあ、上から失礼するぞ。やめて、やらないで。多分回ってくるよな、これ。
バレてるからこいつをしっかりと裏回って、こういう裏取りがやっぱ刺さるんですよ。いるね、後ろから失礼させていただきたい。ナイス1キル。まだいるね、そこに。バレてるから、しっかりとここでカード回しつつ、それは無理です。やっぱしっかりと、ナイファーらしいことしてほしいですね。しっかりとそこは殴っていく。オッケー。カード回し。とりあえず内地の方に行こっか。こっちの方に入っていって、いるのかな？いますね、なんか。多分いる。来てんね。そこです。そこです。はい、お疲れ様です。ガス、マークガスグレネード来たけど、それをしっかりとさばいていって、右いるけども、後ろから失礼させていただき、タインです。ダメみたいですね。で、右でリスポーンしてるから、これ放置勢か。さあ、今から、バチコリと、しばいていきましょう。この赤色に、こう、血に塗られる感じ、いいよね。さあ、まずは後ろから失礼させていただいて、さば切れになったところをしっかりとさばく。オッケー。で、二人目、対応できないんですよ。ああ、とりあえず、こっちの右の方に湧いてるっぽいから、そいつをしっかりとさばいていく、ショットガンですね。いやー、とりあえずトップ3は入れなかったけど、1個前の試合では1位取れたんで OK でしょう。はい、毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。ふっ、おっ、おっ、よいしょ、相手スナイパーライフル、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 出会ったら攻撃中。あんな言えばお前。あれ、完全に出せない、出せないのか。いや、希望来い。フラグオンラインは、からの後ろ下がれ、お倒した、池田やった、これ何、何これ、何スパイダー雲の皮、あ、してください、やめろー、何もキーが動かない、駐車止め、おーっしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールで、マジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジで、わざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。